ホップのブログをご覧の皆さん、こんにちは、ホップでございます。お元気でしょうか。今日ご紹介するお仕事はこちらのスポーツバッグの修理をしました。鳥取城北高校という書いてありますね。何を直したかっていうとですね、この上のまず天板っていうかがもうボロボロだったので、本革で作りました、作り替えました。ここまでここもダメだったんで、ここもこれ残して作り替えて、わかりますでしょうか。ここはまあ残ったですね。あとこういうところですね、破れていたので、わかりますでしょうか。こうまあ、継ぎ当てみたいな形で入れました。こういう形で高校の部活なんかは代々先輩から引き継がれるカバンというのがあって、こういう修理も承っておりますので、どうかぜひ、伝統の野球部とか、まあ、その他のバレー部とか部活の皆さん、ラグビーの皆さんも、ホップをぜひご利用くださいということで、部活のバッグを直したホップでした。またね。アフィダゼン。